東京チャンネル。東京チャンネルへようこそ。動画主の東京にゃん。最近体調不良がものすごくひどくって、動画をアップするのが遅くなってしまいました。申し訳ありません。私のできる範囲でゆるく動画更新をやっていこうと思っておりますので、ぜひぜひ皆さんご理解のほどよろしくお願いいたします。今回はこちらのマジョリカマジョルカーさんの限定アイシャドウパレットの全2種をご紹介させていただきます。ぜひご覧ください。東京のレポートはこちらだにゃん。マジョリカマジョルカナイスとミーチュートランク、お一つ税抜き価格で2500円です。私は前回前回の動画でご紹介させていただきました、前回というかだいぶ以前ですね、こちらの西回りと東回りのマジョリカマジョルカさんのこちらの限定アイシャドウを購入したのですが、こちらのアイシャドウをすごく私は気に入ってしまって、これはもう今度発売される北半球と南半球は絶対ゲットしたいなと思って今回購入してみました。これで東西南北全制覇です。やったー。それでは開けていきます。こちらのシルバーがかった感じの紫色かな、がブルベ肌向けさん用で、こちらのゴールドっぽいパッケージの方が南半球でイエベ肌向けさん用のアイシャドウだそうです。ですが私はパーソナルカラーを無視していつも使用しています。本日のメイクはこちらのパーソナルカラーを無視した南半球のアイシャドウでメイクを仕上げています。あ、そうだ、リップ塗るの忘れてた。ちょっと今から塗ります。なんで、よいしょよいしょ。リップはキャタリアさんのオレンジメイクに合わせてオレンジリップを塗ります。よし、これでいいすぐリップ忘れちゃうんですよね。皆さんもこういうことありませんか？私はあんまりリップが好きではないので忘れることが多いんですが、皆さんはいかがでしょうか？ぜひコメント欄などで教えていただけると嬉しいです。それでは開封していきます。こちらがイエベさん向けのパレットになっていまして、開けてみるとこのようにすごくなんか昔の外国みたいな感じのパッケージで、なんかくるみ割り人形みたいな感じのお城なのかなみたいな感じですね。でこんな感じでフィルムが入っていて、こうやってすぐ落ちてくるんで、ちょっとこのフィルムはねどうにかしてほしいかなって思うけど、まあ可愛いからまあいいかなみたいなこの、うん、なんかこう貼り付けタイプとかだったらいいのになーっては個人的に思います。南半球がこのような感じのお色です。南半球は全体的に赤オレンジという感じのカラーが6色入っています。限定色5色で、復刻色が1色入っているそうです。それではお次はこちらの北半球を開けていきましょう。北半球はこのような感じです。先ほどのような感じなのですが、ちょっと違うの分かりますかね。ちょっと先ほどとちょっと違うんですよね。でこのような感じでフィルムがついています。北半球はこのようなカラーになっています。北半球の方は紫、よく見てみるとオレンジっぽい感じのカラーも入ってるんですよね、ここら辺で。グリッターがすごく綺麗でして、オーロラ目かな、このこちらの白っぽいハイライト色が目元をすごく華やかにしてくれそうです。こちらも限定色5色に復刻色1色が確か入っているって書いてあったと思います。それではこちらのアイシャドウパレットを腕に通していきます。南極です。じゃじゃん、アセロラです。うわぁ、すごい。アーモンドの思い出です。わぁ、すごい。モールス信号です。コーラルショア裁縫です。
バリスタです。北極です。わあ、すごい。ライラックです。コグマ座です。二度目のお誘いです。手畑信号です。あずきラテです。南半球と北半球を並べてみますと、このような感じです。ものすごく可愛いアイシャドウパレットになっていまして、ちょっと2500円ってお高めなんですが、私はもう見つけた瞬間 Amazon さんにてポチりました。本当可愛いですよね。どのお色も上品なお色な感じで、腕を塗布した腕をご覧いただくと分かるのですが、こちらが南半球でこちらが北半球なんですが、このように見比べてみますと、どちらのアイシャドウパレットのカラーも肌なじみの良いカラーになっていて、ラメが入っていますが、もうギラギラっとした感じの輝きではなく、上品さを醸し出すようなキラキラ感のあるラメなので、やりすぎ感の出ない感じのカラーメイクとラメメイクが楽しめるアイシャドウパレットになっています。ご視聴いただきありがとうございました。今回の動画はいかがでしたでしょうか。もしよろしければ高評価ボタンとチャンネル登録ボタンとベルマークの通知ボタンをポチってにゃん。それでは次回の動画でお会いしましょう。闘病でした。